あんたば最後のエヴァがついに公開された2021年の個人 PV だからって斉藤飛鳥にアスカを演じさせるやつだと思ったでしょ？ね、そんな安直なことはやりません。これは昼は女子大生、夜は顔出しなしの配信者綾子として活動しているアスカって女の子とその子を好きな男の子の恋の物語です。アスカさん、急に呼び出してすいません。はい。こんなに誰かを恋しくなる自分が、タンマ。ラブストーリーは突然に